令和4年度特別養護老人ホーム経営支援事業説明会を開始いたします。説明会を担当する福祉保健局高齢社会対策部施設支援課施設運営担当の山口と申します。よろしくお願いいたします。本説明会で使用する資料は書面およびメールにてインターネット上に公開している旨を周知しています。令和4年度特別養護老人ホーム経営支援事業説明会、本事業の正式名称は特別養護老人ホーム経営支援事業となりますが、この説明会では経営支援補助金とさせていただき、福祉保健局高齢社会対策部施設支援課施設運営担当については運営担当と省略いたします。それでは次のスライドに移ります。本日はこちらの8項目について説明いたします。1、特別養護老人ホーム経営支援補助金の概要。2、令和4年度スケジュール。3、努力実績加算の変更点、過去令和4年度当初からの変更点。4、Q&A、 令和4年度当初変更となった加算。5、第三者評価利用者調査について。6、Q&A、 第三者評価利用者調査。同じく6、Q&A、 よくある質問と回答。7、施設支援課施設運営担当からのお願い。8、その他本事業の根拠規定とお問い合わせ先。それでは1、特別養護老人ホーム経営支援補助金の概要について説明いたします。1、特別養護老人ホーム経営支援補助金の概要。まずは経営支援補助金の目的です。特別養護老人ホームが介護保険制度に円滑に移行し、利用者サービスの維持・向上など、新しい時代の都民要望に応えられる施設となることを目的としています。次に対象施設ですが、都内に社会福祉法人が設置する定員30人以上の特別養護老人ホームとなります。結核自由、次の1から5に該当した場合、補助金の一部または全部を交付しません。1、老人福祉法、介護保険法、社会福祉法、これらの法に基づく命令の規定に違反したもの。2、1の状況にある社会福祉法人が設置するもの。3、老人福祉法及び社会福祉法の規定に基づき、東京都知事が実施する指導検査における行政指導、文書による指摘について、度重なる指導にもかかわらず改善しないもの、または改善の見込みがないもの。4、社会福祉法その他の法律の規定に基づき、国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導について、度重なる指導にもかかわらず改善しない社会福祉法人等、または改善の見込みがない社会福祉法人が設置するもの。5、令和4年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金の減額に関する事務処理要項に定める減額事由に該当したものとなります。次に交付の対象経費についてです。経営支援補助金は番号が1から7の項目で構成されています。まず1番、施設振興費。こちらは平成13年9月1日以前に開設した施設であって、建物の建て替え等に際し、借入金の元金償還が現在も継続している施設を対象としています。2、あんまマッサージ指圧式加算。こちらは平成12年3月31日以前から視覚障害を持つあんまマッサージ師を継続して常勤雇用関係を継続している施設を対象としています。3番、小規模施設加算。こちらは定員が31名から69名の施設を対象としています。4番、島嶼加算。こちらは島嶼地域に存在する施設を対象しています。5番、町村部特別加算。こちらは西多摩地区町村部に存在する施設を対象としています。6、評価加算。評価加算はさらに医療対応強化支援加算、努力実績加算の2つに分類され、上記にある医療対応強化支援加算は、特別養護老人ホームの配置基準以上の医師や看護師を配置して対象としています。
努力実績加算は、利用者サービスの向上や地域貢献に向けた施設の努力実績をポイントにより評価するものとなっています。7. サービス評価改善加算。サービスの質の向上、福祉サービス第三者評価システムの定着を目的とし、第三者評価を行う施設には60万円、利用者調査を行う施設には20万円の定額を補助するものとなります。なお、各項目の単価については、一番右の列をご確認ください。次に、2番、令和4年度のスケジュールについてです。左側の図をご覧ください。白の四角は東京都、青の四角は施設を指します。経営支援補助金は、当初と変更の2回に分けて申請及びお支払いをしています。まず、6月下旬に評価加算の当初協議書を提出いただくことになります。提出いただいた当初協議書は、運営担当にて確認を行い、各施設に内示を行います。その後、各施設が当初交付申請を提出いただき、また運営担当にて内容を確認し、第1回の支払いを行います。11月以降に実施する変更流れは、ほぼ当初交付申請の流れと同じですので割愛させていただきます。次に右側をご覧ください。当初と変更の支払いについて、A、B、C 特用を用いて説明いたします。基本的には1回支払いで総額の2分の1、2回目の支払いで残りの2分の1をお支払いすることとなっています。それではまず A 特用をご覧ください。当初交付申請で100万円の申請をした場合、第1回の支払いで100万円の2分の1にあたる50万円をお支払いします。変更交付申請でも100万円を申請した場合には、第2回の支払いで残りの50万円をお支払いすることになります。次に B 特用をご覧ください。当初交付申請で100万円の申請をした場合、第1回の支払いで100万円の2分の1にあたる50万円をお支払いします。この点は A と同じですが、B 施設では変更交付申請を110万円、当初交付申請から10万円増額で申請しています。この場合には第2回の支払いで60万円をお支払いすることになります。次に C 特用をご覧ください。当初交付申請で100万円の申請をした場合、第1回の支払いで100万円の2分の1にあたる50万円をお支払いします。この点は A および B と同じですが、C 施設では変更交付申請を90万円、当初交付申請から10万円減額で申請しています。この場合には第2回の支払いが40万円をお支払いすることとなります。このように、基本的には1回目で全体の2分の1を支払い、2回目で残りの全体の2分の1を支払うこととなっていますが、変更交付申請時の金額によって金額が増減する可能性があります。また、最終的にお支払いする金額は変更交付申請の額と一致します。次に3番、努力実績加算の変更点、令和4年度当初からの変更点についてです。今左側の変更前の緑色の箇所において、右側の変更後、緑色の箇所になりますが、内容の変更をいたしました。22番、新型コロナ発生時における職員派遣協定の参加についてです。右側の変更後をご覧ください。1、東京都の職員派遣協定と、2、区市町村内での東京都協定に準ずる協力の枠組みの2つに変更いたしました。次のスライドで詳細を説明いたします。この変更は改正する要項、令和4年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要項に記載されています。改正の内容ですが、改正前の内容から2、新型コロナウイルス感染症
足における区市町村内での東京都協定に準ずる協力の枠組みに参加している大規模施設3ポイント、小規模施設6ポイントが追加されました。改正前は東京都が実施している派遣協定のみ参加している場合において大規模施設で5ポイント、小規模施設で10ポイントを付与するものとなります。改正後でもこの点は変わりませんが、東京都の職員派遣協定のみならず、区市町村で実施している協定等も今回新たに対象とすることになりました。なお、1または2のいずれかのみ申請可能となっていますので、ご注意ください。次に、適用年月日についてです。この改正がいつから適用されるかということですが、令和4年10月1日より適用となります。注意事項になります。当初交付についてです。すでにご提出いただいている当初交付にかかる申請は、改正前の要項をもとに補助金をお支払いしています。改正後の内容は変更交付申請より適用されます。改正後の要項については、こちら記載されております URL をご参照ください。次に4番 Q&A。令和4年度当初から変更となった加算。今回変更となった新型コロナウイルス感染症発生時における職員派遣協定についての Q&A について説明します。クエスチョン1、新型コロナウイルス感染症発生時における職員派遣協定の参加において、1、新型コロナウイルス感染症発生時における東京都の職員派遣協定以下、都協定というに参加している。2、新型コロナウイルス感染症発生時における区市町村内での東京都協定に準ずる協力の枠組み以下、区市町村等協定というに参加しているとあるが、派遣の実績がないと加算を取得することはできないのか。アンサー1、1、都協定および2、区市町村等協定ともに派遣協定に参加していれば、派遣実績がなくても加算の取得は可能です。新型コロナウイルスの発生の状況は地域や施設によって異なるため、派遣の実績がなくても協定に参加していれば問題ありません。クエスチョン2、区市町村等協定に参加しているとあるが、区市町村の協定だけでなく、各地域内における区市町村の施設紹介等を中心とした協定等も対象となるか。アンサー2、対象となります。協定の内容を確認いたしますので、施設運営担当に事前にご相談いただけると幸いです。クエスチョン3、1、都協定および2、区市町村等協定にはどのように参加することができるのか。アンサー3、1、都協定については、こちらに表示されている URL よりご参加ください。2、区市町村等の協定について、区市町村の協定は区市町村の担当窓口にご確認ください。各地域内における区市町村の施設紹介等を中心とした協定等については、地方人の担当者や施設紹介の担当者等にご確認ください。クエスチョン4、証明書の提出は必要か。アンサー4、1、都協定については、施設運営担当において登録の有無を確認することができるので不要です。2、区市町村等協定については、実績報告時に協定書等のコピーを提出する必要があります。次に5番、第三者評価利用者調査について説明いたします。サービス評価改善加算として、福祉サービス第三者評価を活用したサービス改善計画状況の公表である第三者評価を実施した場合には60万円、利用者に対する調査を活用したサービス改善計画実施状況の公表である利用者調査を実施した場合は20万円を交付するものです。この第三者と利用者調査を行う目的は2点あります。1、自分の利用したい事業所の特徴はどのようなことか。
サービスの質はどのような状態にあるかなど、利用者が事業所の内容把握やサービスを選択する際の目安とするための情報提供を図ること。2、福祉サービスの提供する事業者が利用者の真のニーズを把握し、それに応える多様なサービスを提供するとともに、サービスの質の向上への取り組みを促進することを可能とすることです。次に、第三者評価と利用者調査の違いについてです。大まかな説明にはなりますが、60万円を交付する第三者評価は、20万円を交付する利用者調査、事業評価、そして東京福祉ナビゲーションでの公表、この3つを合わせたものが第三者評価となります。20万円を交付する利用者調査は、第三者評価から事業評価を除いた利用者調査と東京福祉ナビゲーションでの公表を合わせたものが利用者調査になります。次に、第三者評価の仕組みについてです。大まかな説明にはなりますが、まず施設が評価機関と契約を行います。契約をした評価機関は施設の調査を行い、評価結果を東京都福祉サービス評価推進機構に提出します。その後、東京都福祉サービス評価推進機構が東京福祉ナビゲーションのホームページ上に公表される流れとなっています。なお、利用者調査については、評価結果の提出手順が異なります。今回の説明では割愛をさせていただきます。次に注意事項になります。1、少なくとも3年に1回以上は第三者評価を受診し、第三者評価を受診しない年度においては、利用者調査を受診することとなっています。受診例1をご覧ください。1年目に第三者評価、2年目、3年目に利用者調査、そして4年目に第三者評価を実施しています。この場合、3年に1回以上第三者評価を実施しているので、丸となります。受診例2も同様です。次に、受診例3の場合です。受診例1とは違って、4年目に利用者調査を行っているから、2年目、3年目、4年目の3年連続で第三者評価を受診していません。このことから×となります。次に受診例4の場合です。4年目に第三者評価も利用者調査も受診していません。この場合は×となります。第三者評価も利用者調査も受診していない場合は、その段階で×となります。次に、罰になるとどういうことになるのかということですが、2年後に努力実績加算のポイントがマイナス8となります。今回の受診例3および4のケースだと、4年目の2年後である6年目において、努力実績加算のポイント数がマイナス8となります。2番、受診についてですが、2ヶ月から3ヶ月程度時間を要します。評価機関の負担を軽減するためにも、実施設の受診状況をすぐに把握いただき、年度末ギリギリの受診を避けてください。3、新型コロナウイルスの特例として、令和2年度に福祉サービス第三者評価または利用者に対する調査の受診がなかった場合でも、令和4年度に減額しません。これは令和2年度のみの特例となっていますので、ご注意ください。4、実施設の受診状況等については、運営担当までご連絡いただければ確認をいたします。次に、6-1、Q&A、第三者評価利用者調査についてです。クエスチョン5、第三者評価の見積もりが50万円だったが、その場合は50万円で計上、申請するのか、また、利用者調査の場合、見積もり額が15万円だったが、その場合は15万円で計上、申請するのか。アンサー5、契約額に関わらず、第三者評価60万円、利用者調査20万円の定額となります。クエスチョン6、クエスチョン5で生じた差額分は返還する必要があるのか。第三者評価の場合10万円、利用者調査の場合5万円。アンサー6、定額であるため返還する必要はありません。クエスチョン7、
第三者評価と利用者調査の両方を実施すると80万円の補助となるのか。アンサー7、第三者評価の中に利用者調査が含まれているので60万円となります。次に6-2、 Q&A、 よくある質問と回答。努力実績加算全般でよくいただく質問等について解説いたします。クエスチョン8、当初協議書提出時または変更協議書提出時に申請した項目について実施をしなかった、この場合どうなるか。アンサー8、右側の例、大規模施設定員70名以上の場合をご確認ください。未実施の項目についてはポイントに応じた金額を東京都に返還することになります。次にクエスチョン9、当初協議書提出時または変更協議書提出時に申請しなかった項目について実施をした場合は加算の対象となるか。アンサー9、こちらも同じく右側の例をご覧ください。大規模施設定員70名の場合、当初協議書提出時または変更協議書提出時に申請をしなかった加算を実施したとしても対象とはなりません。あくまで申請を行い実施することで交付の対象となります。ご注意ください。次にクエスチョン10、クエスチョン8のケースとクエスチョン9のケースでは詳細が可能か。10、クエスチョン8、クエスチョン9と同様に右側の図をご覧いただき、大規模施設定員70名以上の話をさせていただきます。詳細は不可能となります。看取り介護研修の未実施マイナス2ポイントと、次世代への介護の魅力発信の実施プラス2ポイントを合算して0ポイントとは取り扱いません。看取り介護研修の未実施マイナス2ポイントのみを計算することになりますので、2ポイント分の金額を東京都に返還することとなります。次に努力実績加算、福祉避難所としての訓練等の実施について説明いたします。クエスチョン11、福祉避難所で例年行っている避難訓練は加算の対象となるか。アンサー11、対象とはなりません。区市町村から指定を受けた施設が災害時に福祉避難所を開設し、地域の要配慮者を受け入れるための訓練が対象となります。クエスチョン12、区市町村に保存している備蓄は対象か、また区市町村から依頼されて保存されている備蓄は対象となるか。アンサー12、あくまで施設が主体となって災害に向けた備蓄を行い管理する場合対象となります。なお施設によっては施設の倉庫に区市町村から依頼されて保存している場合があり、その他にも施設の備蓄を保存している場合があります。その場合については内容を確認いたしますので、一運営担当にご連絡いただければと思います。次に7番、施設支援課施設運営担当からのお願いとなります。運営担当からのお願いはこちらの3つになります。1、締め切りの遵守。こちら右手にございますスケジュールですが、先ほど令和4年度スケジュールで表示したものとなります。今年度の当初交付申請の締め切りは8月中旬を計画していましたが、実際には9月30日が締め切りとなりました。すでに1ヶ月以上スケジュールが後ろ倒しになっている状況です。大変申し上げにくいのですが、この遅延の原因は一部の施設が提出期限を守らないためです。施設によっては締め切りを過ぎた後に5回以上催促をしても提出しないケースがあります。経営支援補助金は各施設からご提出いただいた書類を集計した上で各施設にお支払いする補助金の金額を決定しています。一つの施設でも提出が遅れると全部で約450ほどある施設全施設に対する支払いが遅延します。このことを十分ご理解いただき、必ず締め切りまでにご提出ください。2点目に、要項及び Q&A の確認です。運営担当には日々多くの質問を頂戴しております。その中には、要項や掲載している Q&A を確認すれば解決するものもあります。要項については、
公務員的な文章で確かに分かりにくい点もございますが、一度要項および Q&A をご確認いただき、それでも解決に至らない場合にご連絡をいただけると幸いです。3点目に特養の運営等に関する窓口についてです。こちらは経営支援補助金でなく特養の運営、人員配置や加算等の質問についてです。質問についてはこちらに記載になりますお問い合わせフォームよりお問い合わせください。電話での対応は原則として行っておりません。お手数ではありますが、必ずお問い合わせフォームよりご質問いただくようお願いいたします。また日々多くのお問い合わせをいただいている中で、時々すぐ回答してくれ等の電話をいただくことがありますが、いただいた質問については順番に回答していますので、施設へのスケジュールを把握いただき、余裕を持ってご質問いただくようお願いいたします。次に8番、その他本事業の根拠規定とお問い合わせ先です。根拠規定である要項等については、今回改正された要項は表記の URL よりご確認できます。次に経営支援補助金のお問い合わせ先になりますが、今年度から表記のお問い合わせフォームに変更となりました。頂戴しました質問については早急に回答するように努めてまいりますが、内容によってはお時間をいただく場合がありますのでご了承ください。以上で令和4年特別養護老人ホーム経営支援事業説明会を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。